おはようございます。フォルテです。車検本日は絶対に誰でも弾ける曲参戦。プロのピアニストが教える絶対に誰でも弾ける曲、そして美しい、そしてかっこいい曲参戦紹介したいなと思いまっちゃ。ピアノ始めた方でも挑戦しやすい曲をピックアップしていきたいなと思いまっちゃ。まず1曲目、サディ・ジムのペティ第1番。はい、というわけでね、結構聞いたことある方いるんじゃないでしょうか。この曲はですね、映画とかでもよく使われる、いわゆる雨滴る中、ワンシーンとかね、失恋した時にお家で、ふぇーって泣いてる時にね、ズンチャーってなる場合が多いんですね。この曲、よかったら弾いてみてください。しかし、本当はこの曲弾くのが怖いんですね。なぜ怖いかというと、逆に音が少ないから、弾くっていう上では挑戦しやすい曲かもしれませんが、これを本番で弾くのは実は怖い。なぜかというと、ラフマニノフとかみたいにたくさん音があって、勢いで弾ける曲ではないから、本番で弾くときには本当に精神を統一して、こうやって弾かないといけないからね、実はこれ本番で弾くには怖い曲なんですけども、まあ皆さんが挑戦するにはね、やっぱりやりやすい曲がいいかなと思いますので、この曲を、紹介させていただきました。皆さんは、そんなにね、気負いせず、そんなになんか僕がこうで怖い怖いって言ったのを気にせず、やってみてもらえると嬉しいです。続いて紹介する曲は、ドルルドゥン、ベートーベン月光第1楽章。ベートーベン月光は1楽章、2楽章、3楽章ってあるんですけども、その中でも1楽章、有名曲ですので皆様にね、挑戦してもらいたいなと思いました。3楽章は、ちょっと難しいです。3楽章かっこいいですよね。しかしベートーベン月光の1楽章はね、譜読みもしやすい。だから皆様に紹介します。まあ先ほども言った通り、これを本番で弾くのはちょっとね、考えないといけないんですけども、お家で弾いて楽しむという上では挑戦しやすいっていう意味ですのでね、ぜひとも挑戦してみてください。弾いてみましょう。はい、というわけでね、結構聞いたことある方多いんじゃないでしょうか。この曲はね、譜読みもわりかししやすく、和音の変化もわかりやすくね、まあ皆さんがね、挑戦してみたい曲の一つかと思いますのでね、ぜひとも挑戦してもらえたらなと思います。しかしベートーベン月光の第3楽章はね、
しっかりね、指が動いていきますのでね、まあこれを挑戦することを目標に、まずは一楽章からしっかり頑張ってもらえるとありがたいです。僕もね、もちろん一楽章とかを本番で弾く際にはね、考えてることは例えば、和音の変化をやっぱ考えながら、そしてこういう風にならないように、その和音の変化を素晴らしい音で出すことを意識しながら弾いてますので、実はベートーベン三楽章弾くときよりも会場では緊張します。一楽章こそ精神が試される曲だから、僕は弾くのがね、いつも緊張します。この感じの空気感を出し続けれるかっていう、いわゆる自分との戦いなんで、まあ本当にすごいそれが試される曲なんで、本番で弾くのはちょっと怖いけども、お家で楽しく弾く分にはやりやすい曲かなと思うので、ぜひとも挑戦してもらえると嬉しいです。最後に紹介する曲はベートーベンエリーゼのために、このエリーゼのためにはね、結構聞いたことある方多いと思いますけども、まあ、これはね、一番ね、今まで紹介した2曲よりも一番難易度が高いです。指がね、結構動くのでね、弾きにくいところも多いかと思いますが、まあ、この2曲、先ほど紹介した2曲が弾けるのであれば、いけるかなと思います。みたいな感じですね。あとはここ。このエリーゼのためにはね、CM とか映画とかでよく聞くと思うんですけども、まあ、最初に出したジムノペディが多分一番聞くと思います。ですのでね、まずはジムノペディ。そして2曲目、月光。そしてエリーゼのためにという順番で挑戦してみてもらえると、皆さんも音楽が楽しめるのではないかなと思いますので、よかったらここまで見てくれてありがとうございますよ。それでは皆さん、一緒に音楽会を盛り上げていきましょう。それでは、グッバイ。見てくれて。